ましたけれどね、反省の色でしたけどね。そして、ヒーローインタビュー、どうやら殿崎みたいですね。放送席、今日のヒーローは逆転スリーランホームランを含む3安打猛打賞の大活躍、殿崎修太選手です。ナイスバッティングでした。おらっしゃ。第1打席チャンスで打席が回ってきました。どんなことを意識したんでしょうか。そうですね、最近本当に結果が出てなかったので、まあ、初心に戻ったつもりで、甘いとこ来たらどんどん打っていこうっていう気持ちで打席ありました。あのホームランスタンドの一番奥まで行きましたね。そうですね、本当にすごいいいタイミングで、バット振れたかなと思います。ベンチのハイタッチも吠えているように見えましたが、まあ、お話にもありました通り、まあ、今シーズン打順が9番だったり、まあ、スタメンを外れたりということがありました。いろんな思いが込み上げてきましたか。そうですね、やっぱりこうやって結果が出てない自分でも期待して使っていただけるっていうのは本当にすごい、なんていうんですかね、頑張らないとなっていうすごい気持ちになっていたので、まあ、少しずつですけど、もっともっと、その期待に応えれるように、頑張っていきたいなと思ってます。さらにこの猛打賞4月7日以来となりました。バッティング何か掴んだものがあるんじゃないでしょうか。いえ、何もないです。今日はたまたますごい良かっただけなんで、また明日も試合あるんで、今日みたいに打ちたいですね。その明日はヤフオクドームでのゲームになります。今日も遅くまでファンの皆さん残って応援をしてくださいました。明日へ向けて意気込みをお願いします。そうですね、本当に今日皆さん暑かったと思いますけど、すごい、大きい声援聞こえたのですごい頑張れました。また明日も試合があるので、負けられない、試合も続くと思うので、ぜひ応援に来て、熱い声援を待ってます。ありがとうございます。今日のヒーロー殿崎選手でした。嬉しいというよりはどこかこうやっぱほっとしたな、やっと結果が出たなというような印象を受けるインタビューでしたね。そうですよね、ちょっとうるっときそうな感じも見受けられましたね。そうですね、まあ、本当に苦しくて、と思いますね。やっぱりいろいろあったんでしょうね、考えがね。はい。